チュリ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 、はい、何じゃんくん、うん、こちゃんじゃんくんかわいいね。いっぱい取れる？足がね、取れるんだよ、うん、足？ああ、あんまりやってないかな、うん、今のはチャコちゃんですか？わからない。ちょっとチャコちゃんが呼ぶようになってきた。うん、アンジちゃんかもしれないんだけど、あ、チャコちゃんだね。チャコさんです。泣くようになってきました。チャコさん呼ぶんだったら目隠し少しずつ取りますけど、あっちのさ、あのシアンくんたちが見えるようにしとけなどう？あ、そうだね、ケンくんとポンちゃんの時ストレスなさそうだった。うん、かね、ジャンクじゃないや、シオン君と確実にちょっかい出すよ、あの人たちは。でもそれでいいんじゃないのかな、うん、アンズちゃんとシオン君たちの時にさ、うん、開けたらさ、意外と泣かなくなったりとかして、うん、アンズちゃんがね、うん、よしよしよし、ジャンクン、ジャンクン、2回開けるか1回開けるかどっちかで、うん、2回だと多分シオン君とカンズちゃんが手を伸ばして、うん、触ろうとするかもしれない、うん、から1回かなっても思ったけど、うん、1回もトイレしてるとき触ろうとするかな。猫同士は気にならないのかな。シオン君たちが、うん、あそこが開いた時に、うん、2階からすごい、あ、3階からすごい見てて、うん、で、だんだんあそこが開いた時には2階からちょっとこうやって手伸ばしてちょっかい出そうとしたりとかしてたけど、うん、まずは2階にしてみようか。2階、うん、でも2階でさ、万が一落ち着いて寝られなくなっちゃったらさ、あったかいの引いてあるけど、どうだろう、3階の方が一応の距離があるじゃん、うん、手を伸ばしてもベッドには詰めかかるけど本人には届かなそうだから、うん、1階の方がトイレは時々しかしないよ、うん、でもトイレしにくくなるかな、どうだろうね。まあ、あのやってみよう、うん、で今日は上を開け、ダメだったら明日変えて、はい、ではですね、ここを開けてみます。あら、バラッと開いちゃった。あら、はいはい、アンズちゃんの方だけでしょ、ね、アンズちゃん、猫同士の方だけ開けるってことだよね、うん、アンズちゃんなんかの場合、あとはまあ、ラブシオくんにしてもですね、ジャンくん、ポンちゃんにしてもよりも、ずいぶん早いんですけれども、もうまだ3日目、ですが、この、アンズちゃん、シオンくんのケージ側のこのベッドの位置ですね、もうすでに興味津々になってますが、ここの、目隠しを取ることにしました。これは、絶対これがいいっていうふうに、思ったのではなくて、ちょっと甘えた声で泣くようになったので、猫同士の、なんていうかな、接触は
そんなに嫌がってないと思われました。まあ、アンズちゃんだったり、いろんなここまでの、経験でですね、まあいいんじゃないかなと。でもしも問題があるようなら明日すぐにまた戻します。人間との目線のやり取りはまだちょっと、違和感というかね、怖がっているところがあるので、徐々にという形になります。はい、ではにゃんこ図放出、あ、図じゃないや、しおんくんだけ放出。まずここで甘えますね。牙の部分が結構長くなってきて、牙、うん、前触った時より凶暴になったんじゃないの。泣いているのが、チャコちゃんですね。あれ、どうしても名前が出てこないことがある。チャコちゃん、ケンちゃんだよ。うん、あ、出た。ケンちゃん、チャコちゃん。ここの名前を思い出すな。はい、シアン君も反応しました。
なんかしおんくんだったか、ポンポンちゃんじゃなくて、なんかそういうのでやると遊んじゃって、話しできなかったけど、まさに今そうだね。これって毛が取れるタイプではないのかな。それも毛が、あの、ツヤツヤになったり、うん、整える感じか。なると別のものがいいかな。あの、そうか、針金っぽいやつがよく取れたんだっけ。うん、でも針金っぽいやつ。どうなんだろうね。はい、もうちょっとこっちおいでよ。使ってる人多いしね。なんかほら、すごく取れるもんね。うん、そして鼻にクシュクシュいうのの原因を少しでも減らして、そしたらあれだね、3階の毛とかもコロコロですぐいっぱい取った方がいい。そうだね、まめにね。しおんくん、反対側にね、毛が溜まった状態で君寝返り打っちゃったんだよ。反対側また向いてくれる。そうなの。ここだ。ここにも。あ、ほら、下に。あ、なんか遊びに行っちゃった。はい。お正月の夜はみんなチュールだぞ。今、しおんくんはポンちゃんと鼻チューをしました。鼻チューをしたご褒美に、チュールをという話題になりました。お正月だしいいかね。あ、そうか、下を開けるとしおんくんを先にと思ったんですが、あんずちゃんからの順番にしないとあんずちゃんが下に降りてきちゃいます。はい、お待ちかね。開けてもね。ねえねえ、あんずちゃん、手って危ないよ。はい、行くね。はい、行くでした。はい、行くでね、あんずちゃんね。あ、はいはい、チョコちゃんも もうすぐだよ。はい、しおんくん、どうぞ。はい、トイレ。あ、おトイレにおもちゃが入ってる。床もちょっとお掃除しないとね。ちょっと拾っとく。くんくん。かわいい。はい、どうぞ。はい。はい、どうぞ。はい、だんだん食欲に負け始めています。はい、人がいても、もう気にしなくなり始めています。はい。美味しい美味しい。